アクタスのパートナーショップ、インゾーネウィズアクタスが入ってるジョンソンストアの責任者をしております酒井です。よろしくお願いします。お願いします。前回、はい、ルームツアーの方で、はい、家をこうぐるっと回させてもらって、はい、大変楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。いろいろと気になるアイテムいっぱいあったんですけど、はい、今回その中で3つだけですね、はい、酒井さんの方で特に気に入ってもらったりとか、はい、思い出のあるものをご紹介いただければなと思っているんですが、はい、よろしいでしょうか。はい、頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。まず一つ目がルームフレグランスクルティです。ルームフレグランスは大体の皆さんが使っていただいてるんじゃないかなと思うんですけど、あのブランドもののルームフレグランスってちょっと敬遠してしまったりとか、うん、あ高いんでしょみたいな感じになったりとかってやっぱりしちゃうと思うんですけど、やっぱりすごくいいっていうことをお伝えできればいいかなと思っていて、僕ももう10年は使ってるんですよ、うん、クルティ。香りってお部屋の印象で目に見えないものなんですけど、でも一番最初に皆さんあの視覚として部屋の印象をパッて見た時に、おそらく同時に入ってるのが香りで、すごく活発な人がすごくアダルトな香りを家で使ってたら、なんだなんだこのギャップみたいになるじゃないですか。そういうのの演出にもなるので、あ本当のこの人ってこういうのが好きなんだみたいな、こう芯の部分のセンスみたいなものも実は香りが表現してたりするので、すごく複雑に何種類かが絡み合っている香りって深みがやっぱり違って、使っていくと印象も違って、こういうスティックフレグランスとかになると意外とこう時間とかでも香りがなんとなく印象が違ったり、強かったり弱かったりしてったりするので、そういう、こう複雑さみたいなものをお部屋に取り入れると、すごくあなんかこの人センスいいんだなってなんとなく感じちゃうんですよ。次2つ目は、モンタナミニというものを紹介します。インゾネウィズアクタスに、限定で取り扱いになったという商品なんですけど、普段はあのアクタスさんのグッド 80% っていうブランドのアイテムです。ボックス収納って言ってしまえばボックス収納なんですけど、このサイズってなかなかなくって、それもデザインが効いてるもの、もうこれは絶対に買った方がいいなと思って買ったんですけど、どこにでもポイポイポイって置けちゃうんですよ。なんで普段こんなサイドテーブルの上にこんなボックスを載せるかと言われるとなかなか載せないと思うんですけど、でも別にこれが載ってたからって嫌じゃないというか、で中もいろいろ、これは仕切りがついてるタイプにしたんですけど、僕はこうガチャ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 こうやって置いてあるものをえいって入れちゃったら、この空間だよってなってるので置くだけでかっこよく決まるっていうところもすごくいいなと思っていて、もう一つはこうもしこれがここにないとすると、ここってガラーンってしてる空間になっちゃうんですけど、実はこの何もない空間をあの有効利用しながらデザインするみたいな感覚としてこの箱は使えるので、そういう風に使うとなんかもう少しここの空間は充実してったりするかなっていうところが、僕はこれがすごくいいなと思っていて、こういうものとかこう乗っけちゃうだけで、なんかこれはこれでディスプレイ空間みたいに見えるので、使い方はもうアイディア次第かなっていうところもすごい優れてるなと思ってこの商品にしました。では3つ目ご紹介します。ドローアラインというアイテムなんですけど、これは簡単に言うとおしゃれな突っ張り棒っていう感じで、僕がなんか今回紹介したいなと思ったのは、まあドローアラインという商品も確かにすごくおすすめなんですけど、植物を育ててらっしゃる方ってどうやって置こうかなっていうのがなんか悩みになってくる時が来ると思うんですよ。でそんなにお家も広くないよね、横に並べられないねってなってくると、最終的には上に行けばいいんだっていうなんか発想をなんか皆さんにお伝えできたらいいかなと思ってこれにしました。最初一つずつ育てて、最初はこの、まあ、俗に言うコウモリランとかって言われる植物で、すごくちっちゃくてまさかこんなに育ってくるなんて思わなくてっていうぐらい大きくなってきたので、あれ僕結構植物育てられるんじゃないっていう勘違いを起こして、あのどんどん増えていっているんですけど、なんかあれよあれよって間に育ってきて、
で実はこのアロエはうちの元いたスタッフが置いていったアロエだと思うんですけど、植物がだんだんなんかしおれてかわいそうになってきたので救出して今こう助けてる状態なんですけど、でやっていくうちにうちも増えてしまって、さてどうしようと。でせっかくこんななんか植物たちもこううまく茂ってくれてるんであれば、もう少しかっこよくしてあげた方がいいなって思ってドローアラインを導入しました。はい、まあ、これを導入してよかったなと思うのが、これがこの空間が使えたので、この人たち浮かなかったら下にいることになるじゃないですか。そうするとやっぱり限界が来るし、あんまりこう葉っぱがごちゃついてて何の植物かよくわかんないみたいなことになるので、一個一個にちゃんと焦点が合ってくるのも、育ててる方からするとあ育ったなっていうのも発見しやすかったりするので嬉しいなと思ってます。でもう一ついいなと思ったのが、まあこれは結構強引な技でやってるんですけど、なんせこのぶら下げることができないんですよね。普通の家だと天井に穴を開けるとかっていう風にしなくちゃいけなくなっちゃうので、どうしてもやっぱり一回はぶら下げてみたいって思うじゃないですか。これならできると思ってパーツを追加して、僕はぶら下げたんですよね。ぶら下げたいと思っている方はちょっとこの方法でもいけるなっていう知恵になればなと思ってご紹介しました。縦に積むとリビング空間から見た時の植物の感じも、はい、すごく素敵に映えて見えるというか、やった、はい、はい、すごく感じました。思ってくれたら最高です。ありがとうございました。ありがとうございました。かっこいいなとか素敵だなって心が動いたものをお家に持って帰ってくるっていう買い物の判断を基本はしているんですけど、うん、インテリアを使ってお部屋を素敵にしようって考えた時って、どうやってやったら素敵になるか分かんないってよく聞くんですけど、そういう時はいろいろな方にお話を聞いてみるのがまずはいいかなと思ってて、おすすめしてもらったりした中に自分の心が動くものがあれば、おそらくそれが一番お部屋に合ってるんじゃないかなって思うんですよね。自分が好きなものが溢れていく空間はすごく自分らしくてすごく心地いい場所になるはずなんで、よかったら皆さんも心に従っていろいろなものを選んでいただけたらと思います。以上、ジョンソンストアの責任者をしております酒井でした。ありがとうございました。ありがとうございました。